はい、どうもこんにちは、中村美香です。今日はめちゃめちゃ久しぶりにルーティーンを撮っていこうかなと思います。今日は娘ちゃんスクールがあって、私も撮影があってちょっと外に出たりとかするので、仕事の日のルーティーンを撮っていこうかなと思っています。ルーティーン動画っていつもすごい好評でね、嬉しいんですけど、撮るのが大変すぎて、撮りたいなと思いながらも、なんか結構間空いちゃって、一番最後に撮ったの多分これなんですけど、結構間が空いてしまいました。娘ちゃんは今2歳になったので、2歳児のルーティンを撮っていこうかなと思います。で、今日は撮影があるから自分もメイクとかしなくちゃいけないから、いつもより早く起きてて、今6時半ぐらい、6時に起きてちょっといろいろ掃除したりとかして、今6時半です。娘ちゃんはまだ寝てるのでね、今から自分のメイクとかを先にやっちゃおうかなと思います。もしよかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。娘ちゃんの登園バッグです。ここにね、今から着替えも入れるんだけど、おむつ入れてたりとか、あと食事セット入れたりとかしてて、このリュックは丸々で作りました。名前の刺繍も入ってます。はい、私のメイクも終わりました。髪の毛はちょっと後でやろうかなと思ってます。ピアスとネックレスはミドスタッチ、ちょっと今日はオレンジ系の夏メイクにしてみました。じゃあちょっと今日のね、娘ちゃんのコーディネートを考えていこうと思います。そうそう、まだ紹介してないんだけど、クローゼットをね、変えたっていうか、もう私の部屋をめちゃくちゃ掃除したんですよね。物置部屋みたいになってたんだけど、今こんな感じで、後ろはね、備え付けのクローゼットで、こっちはね、IKEA の、鏡のね、このクローゼットめっちゃ大きいの買ったんだよね。で、あとちょっとここに椅子をね、今注文してて、そういうの全部揃ったらちゃんと紹介しようかなと思ってます。娘ちゃんのお洋服がね、こんな感じで入ってます。何着ようかな。はい、今日のコーディネートはこんな感じにしました。左は朝着ていくやつで、右はお着替えの洋服、持っていかせる洋服です。朝さ、いつもリボンつけてってるんだけど、そう、絶対着替えるからさ、同じ色でいけるようにね、だいたい朝の洋服とお着替えは同じ系統の色、リボンが同じ色でも大丈夫なようにしてます。ね、バナナ食べてる間に娘ちゃんの髪の毛結んだり準備したりとかします。最近の水筒はこちらサーモスのねやつなんだけど、冷たいまま持っていけるからスクールの時にもすごい良くて、これを使ってます。隠してるところはね、名前が入っててね、そう、名前を入れられるから、結構保育園とか幼稚園とかスクール行ってる子にはおすすめです。ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルト、はい、
朝はだいたいヨーグルト、バナナとパンがあったらパンで、今日はねパンがないからおにぎり。あんま時間ないのとね、朝なんかあんまり食欲ないみたいで食べないからね、このぐらいになってます。最近はスクールのご飯はね毎日完食しててね、すごい栄養を考えて作ってくれてるらしくて嬉しいです。よいしょ。これマルクベビーの新作おリボン、ゴムになってて使いやすいです。はい、髪の毛はこんな感じです。ちょっと上結んでからこんな感じでツインテールにしました。プリンプリンとね。おいしい？おいしい？ヤミー？ヤミー？海苔がめっちゃ好きなんだよね。じゃあ食べてる間に準備します。はい、モデル。ハロー、チャオラン。このパンツはマルクベビーで、上はネクストで、髪の毛のゴムもマルクベビーでーす。はい、ポーズはポーズ。見て見て。ルック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 。はい、見て。ルック。ママのこと見て。いや。紫外線予防っていうね。これ一番いいんだよね。乳液みたいな感じで。塗りやすい。もういいのいいのいいの。やりすぎやりすぎ。はい、オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっとだけ、はい、よし、塗った。オッケーオッケー、レッツゴー。バーイ、I love you。 I love you。 バイバイ。はい、クラちゃんはねもう朝一でご飯を食べてうんちもしたしね。もう朝バタバタだしね、娘ちゃんがグラちゃんと遊んでスクールに行く時間が遅れちゃったりするからね、娘ちゃんが出かけてからいつも出してます。帰ってきてからまた遊んでるよね。はい、ちょっとトリミング前だからボサボサ。はい、グッグもう疲れた。朝のバタバタが結構やばいね。で、普段だったらもうこれで家で仕事したりとか、用事あったら外出かけたりっていう感じなんだけど、あとね30分後ぐらいに家出なきゃいけないから、それまでにちょっとメールチェックしたりとか仕事して、私の朝ごはんもおにぎり、娘ちゃんに海苔を食べられまくって、海苔がこれしかなかった。あと15分で出ないといけない。またまた今日のリップはこれ、スックのねシアーマットリップスティック12番というやつです。ちょっと軽めに巻こうかな、いつものグリグリじゃなくてニュアンス的な顔周りだって、ちょっとで、結構太めに取って、もうすぐ離す。この間この巻き方やったらね結構いい感じだったんだよね。あんまグリグリにしたくない時これ結構いい感じです。でこちらのハンドラケアのオイルを使うとめっちゃウェットケアになるからめっちゃおすすめ。なんかあんまりバームとか使わなくてもね、結構こう形もしっかり出るしね、このオイルめちゃくちゃいいんだよね。ちょっとこうもみもみしてあげるとちゃんとなんかいい感じになる。こんな感じで速攻ウェットニュアンスヘアの出来上がりです。はーい、今日のコーディネートはこんな感じです。
マルクのトップスとスカート履いてます。このトップスはね、後ろがめちゃくちゃ可愛いです。がっつり開けることもできるし、こんな感じでレイヤードするのも可愛いです。中のタンクトップはね、ユニクロで買いました。このタイトスカートもね、後ろ結構スリットが入ってて可愛いです。サンダルとバッグはシャネルです。行ってきます。はーい、今日のスタジオはこんな感じです。今靴並べたりとか、ちょっとアクセサリー置いたりとかして、今から洋服のアイロンがけをしたりします。はー、新しいスタジオなんだけど結構広くていい感じです。はーい、今日の洋服はこんな感じです。新作がたくさんあります。はい、今日もミキティに撮影してもらってます。結構終盤になってまいりました。頑張ります。はーい、撮影終わってミキティとランチしに来ました。食べてます。お疲れ様です。私はなんか、はい、鶏胸肉のローストみたいなやつを頼みました。美味しそう。こんな感じです。今日めちゃくちゃ暑くてやばいからさ、ちょっとさっぱり系にしてみた。そうだね。うん、どうですか、うんうん、お味は。めちゃめちゃしっとりしてる。うん、美味しい。